12月8日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて152円34銭高い 18,649 円3銭で終えています。上昇率にしますと 0.8% でした。そして昨日は終値では回復できなかった 18,500 円の節目を等に回復していまして、朝方から 18,600 円台と、そして高いところで700円台と強い動きを見せました。トピックスも1500ポイントの節目を回復しています。一番安いところでも 1500.92 ということで、終始1500ポイントを上回っての動きとなりました。東証2部指数日経ジャスダック平均がプラス、マザーズ指数7ポイントわずかですがマイナスで出ています。マザーズを除くすべての市場が買われたというのが今日の午前中の動きであります。日経225冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均株価このところ16,500円手前で足踏み続けてきましたが、先週跳ねた1日木曜日ですね、それからちょうど1週間後の今日も上に跳ねるような動きとなっています。そして8500円を今日は終始上抜いていまして、8600円台から8700円台といった動きであります。アメリカのマーケットが強いと、さらにイタリア国民投票の話がありましたが、欧米ヨーロッパも揺らいでいないということで、年末ラリー、トランプラリーに向けた期待感、東京市場でも高まっているようであります。こうした中で、物色の中心、大型の外需株が買われている傾向続いていますが、内需銘柄ですね、特に電力株の強さがこのところ目立っています。例えば9501東京電力ホールディングスであります。東京電力については、おととい、こちら発送電分離に関して他の電力大手と業界再編のような動きが報じられていまして買われています。昨日も続伸、そして今日も窓を開けて大陽線を立てて買われています。午前中の段階で 13% 近い上昇率となりました。今日の材料としては、福島原発の事故の賠償ですとか除染費用をめぐって政府が交付国債で東電の財務を援助するというようなことが報じられています。このあたり財務の改善といったところが期待されているようで、資金が急速に流入しています。13% と、極めて大幅な上昇を演じたというのが東京電力であります。外需内需問わず資金が流入して強い相場を演じる中、逆行的に売られているのが薬品セクターであります。4507塩野義のチャートをご覧いただいています。塩野義製薬はこのように4日5日6日、このところ7日ぐらいですか、連続で陰線であります。朝方そこそこ買われるもののずるずると売られて終えているというのが塩野義の動きです。昨日は25日線この緑の線を割り込みました。そして今日も昨日の安いところにも届かないような売られ方というのが今日の売られ方です。今日も大きめの陰線を引いています。特段悪材料出ていませんけども、リスクヘッジ的な相場で買われることの多い製薬会社でありますから、逆に今リスクを取りに行く動きですので、これまで買われていた資金が流出して、外需銘柄ですとか大型株に向かっているようです。塩野義は午前中の段階で 6% 近い下落率になりました。今日の東京市場強い動きであります。日経平均株価が 18,500 円の節目を等に上回って、午前中の段階では8600円から8700円台での推移となりました。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。